皆さん、こんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。お元気でいらっしゃることを願っています。MLB、ドジャースワンからサンガーディアンズ、9月6日、日本時間9月7日。MLB、ドジャースワンからサンガーディアンズ、9月6日、日本時間9月7日。9月6日、日本時間9月7日。ニ米。 カリフォルニア州ロサンゼルスにあるドジャースタジアムで行われたロサンゼルスドジャース対クリーブランドガーディアンズの一戦でドジャース大谷翔平の放った打球に名物女性リポーターが身構えた場面が野球ファンの間で注目を集めている1から3ドジャース2点のビハインドで迎えたこの試合の8回裏ドジャースの攻撃一試走者なしの場面で打席に立った1番大谷はその初球 外角いっぱいに投じられた変化球を打ち上げて三塁側へのファウルフライに。すると、高々と上がったその打球は、ドジャース側のベンチ付近のリポーター、キルステン・ワトソンさんが座る席のすぐそばであったことから、ワトソンさんが慌てて身をかがめながら打球に備え、着弾後に笑いながら立ち上がる一コマが、中継カメラからの映像に映し出されることとなった。 ワトソンさんといえば、ドジャースの全試合にリポーターとして帯同し、先日は大谷の巻き添えとなる形で大量の水を浴びた場面が話題となっていたが、そんなワトソンさんがレポート以外の場面でカメラに映った珍しいシーンとあって、ネット上の野球ファンからは、ワトソンさん最近大変やな W、ワトソンさん逃げて、楽しそうだな、といった様々な反響が巻き起こっている。 アベマ、スポーツチャンネル、ロサンゼルスドジャース対クリーブランドガーディアンズの一戦で、ドジャース大谷翔平の放った打球に、名物女性リポーターが身構えた場面が、野球ファンの間で注目を集めている。1から3ドジャース2点のビハインドで迎えたこの試合の8回裏、ドジャースの攻撃、一死走者なしの場面で打席に立った1番、大谷は、その初球、 外角いっぱいに投じられた変化球を打ち上げて三塁側へのファウルフライに。すると、高々と上がったその打球は、ドジャース側のベンチ付近のリポーター、キルステン・ワトソンさんが座る席のすぐそばであったことから、ワトソンさんが慌てて身をかがめながら打球に備え、着弾後に笑いながら立ち上がる一コマが、中継カメラからの映像に映し出されることとなった。 ワトソンさんといえば、ドジャースの全試合にリポーターとして帯同し、先日は大谷の巻き添えとなる形で大量の水を浴びた場面が話題となっていたが、そんなワトソンさんがレポート以外の場面でカメラに映った珍しいシーンとあって、ネット上の野球ファンからは、ワトソンさん最近大変やな W、ワトソンさん逃げて、楽しそうだな、といった様々な反響が巻き起こっている。 アベマ、スポーツチャンネル。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想はコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。